アイルランド空軍はアイルランドの空軍組織である。2016年時点で人員733名、航空機24機を有する。アイルランド空軍の歴史は1921年の独立交渉にまで遡ることができる。独立交渉の過程において交渉が決裂した場合、独立運動指導者マイケル・コリンズをアイルランドへ脱出させるために、 ロンドン郊外の飛行場に服用機が待機していたことが始まりである。この作戦は行われることがなかったものの、1922年の独立後は6月に軍用航空機の導入を開始している。1922年末までにブリストル海2バイト服用戦闘機6機を含む10機の航空機と400名の辞任を有していた。1930年代には、 予算不足ではあったものの、1938年には4機のグロスターグラディエーター戦闘機を導入している。さらに8機の注文を行っていたものの、第二次世界大戦の勃発により、それは入手できなくなった。第二次世界大戦中、アイルランドは中立を保った。他国の機体と空中戦を行った記録はないが、素速気球が撃墜されたり、ドイツ軍機による誤爆などはあった。 なお、戦争期間中、163機の他国の機体がアイルランド領内に着陸し、ホーカーハリケーンやフェアリーバトル、ロッキード・ハドソンなどの機体を入手することができた。特にハリケーンは有力な戦力となり、最大で20機程度が使われた。第二次世界大戦後は、ハリケーンはスーパーマリンシーファイアに更新され、複座の練習機型も導入された。 1956年からは、デハビランドヴァンパイアジェット戦闘機が導入された。1963年には、初のヘリコプターとして、SA316 アルエット3を導入し、これは21世紀初頭まで7機が運用された。これは、捜索・救難任務機に使用され、運用期間中に3300人以上を救難した。1970年代半ばには、 初のジェット輸送機として BAE125 から700を導入した。このほかカーサ CN-235 などの海洋召喚機の導入も行っている。1990年にはアイルランドは欧州連合の議長国となり、アイルランド空軍はガルフストリーム3ビジネスジェット機を使用してアイルランド軍初の世界一周飛行を行っている。コースは オタワ・アンカレッジ札幌ブルネークチンムンバイ、ローマである。現在では輸送機部隊において機体はガルフストリーム4に更新されている。ケースメントアイルランド空軍基地アイルランド空軍は戦闘機は保有しておらず、哨戒機とヘリコプター等で構成される。ありがとうございます。